ぎもちセカンドです。今日はね、台湾のコンビニで買ってきたこのね、カラムーチョ、スッパムーチョの台湾版、アップルビネガー、リンゴ酢の味と、このなんていうんですか、ちょっと塩漬けにした醤油漬けにした卵を、台湾ではこれを使った料理とかお菓子とかいっぱいありますよね。これのポテトチップス版、この2つを食べたいと思います。あ、やっぱそう書いてる、ソルティッドエッグですね。この2つを食べてみたいと思います。私まずね、カラムーチョがね、日本のやつめっちゃ好きなんですよ。で、スパムーチョも好きなんですけどね、ちょっとこのリンゴ酢ってどうなんだろう。台湾版だし、ちょっとね、サイズも結構ね、普通のやつ、一般的な日本で売られてるやつよりでっかめかなって感じです。はい、日本のやつって多分これぐらいのサイズじゃないかな、うん、重量も全然違うし、入ってる量も95グラムってこと？これよくわかんないな。なんか、これ、なんて読むのかな？グラムでいいのかな？ 95 グラム？こっちが 21.5、あ、グラムですね。合ってる、グラムだ、これ。21.5 グラムだから、かなりね、倍以上。え？ 4 倍以上か。かなり量が入ってますね。まずね、ちょっと、スッパムーチョからいこう。リンゴ酢、リンゴビネガー味から。でも待って、普通にポテトチップスの匂い。どうかな？なんかこんな感じで、袋大きいけど量あんま多くない気もする。まあでも 95g 入ってるのか、はい、はい。こういう感じですね。いただきます。リンゴだ。ビネガー、ビネガー。でもそんな酸っぱくないかな。ちょっとリンゴ風味の、あ、酸っぱい。いや、思ってたよりは酸っぱくないよ。酸っぱムーチョって言うほどじゃない気がするけど、リンゴ酢だわ、確かに。おいしい。うん、あのね、普通にリンゴ風味のちょっと酸味のあるポテトチップス。でもカラムーチョって結構辛いじゃないですか。で、酸っぱムーチョもそこそこ酸っぱいじゃないですか。これあんま酸っぱくないな。うわ、しかもこれ見つけちゃった。なんか青森産のリンゴ使用してるんだ、ここに書いてる。ほら、しかも何かがナンバーワン。何が日本袋は読めないな、全然わかりない。とりあえず何かがナンバーワンだし、青森産のリンゴで、うん、美味しいです。美味しいけど、酸っぱいかって言うと酸っぱくない。うん。でも美味しい。美味しい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 。なんかどっちかっていうとこっちのソルティードエッグの方が酸っぱいんじゃない？私が思うに。ちょっとこっちも食べてみます。おお、うわ、これ苦手な人苦手じゃない。結構癖のある匂い。だからもう本当にこの塩漬けにしたこの卵、これの匂いがするけど、結構強めの匂いが。なんか色もね、ちょっと黄色がかってるというか、オレンジがかってるかな。これすごいな。めちゃくちゃこの味する。台湾でこれ食べたことある方わかりますよね。この独特な濃い黄身。あ、でもね、私好きだわ、これ。この癖のある感じ結構いいかも。うわ、これ少な。うわ、でもなんだろう、こっちと比べたせいか、こっちめちゃくちゃ少なく感じる。なんかまだちょろちょろとしか食べてないのに、もう終わりそう。ほら。量結構少ない。少ないけど、これ美味しいかな。私でも思うけど、私はこれ自体が好きだからいいけど、結構癖が強めだから、もしかしたら苦手な人は苦手かもしれない。で、こっちはまあ万人受けしそう。本当に誰でも美味しいって言いそうな、安定に美味しいやつ。ただ酸っぱくない。もうちょっと酸っぱかったらよかったな。なんか酸味がある方がもっと美味しそうなんですけど。なんか海外のこういう辛い系とか酸っぱい系って、酸っぱいとか辛いって書いてると、本当に酸っぱいし、本当に辛いから、うん、ちょっとびっくりした。でもね、これ美味しいから、まあ、これはこれでいいんじゃないかな。うん、普通に美味しいもん。あのね、私的にはこの前台湾に行った時に、台湾で、
セカンドチャンネルで撮ったねポテトチップス、あのさつまいもチップスのあの梅パウダーのやつが最強に美味しくて、帰りにもっと買いだめしようと思ったらコンビニに寄る時間がもうなくって、買えなかった、1個やったとかもなかったし、もうちょっとね見つけたら絶対買った方がいいです。あれは本当にもう止まらない、めちゃくちゃ美味しかったです。はい、これ紹介しといて他のセカンドのやつ紹介してもあれなんですけど、まあまあまあこれも美味しかったです。よかったね、気になるものをチェックしてみてください。以上、台湾で買ったスッパムーチョと、ソルティードエッグのポテトチップスでした。